海の見えるホテル棟、長崎温泉安らぎ洋島は、長崎県長崎市洋島町にある天然温泉を備えた宿泊施設。2018年からは、アイラント長崎として営業。松林石油、長崎県、伊用島町、ディックルネサンスなどが出資した第三セクター、伊用島スポーツリゾート開発により、 総工費約100億円をかけ、ルネサンス長崎、伊王島として1989年7月に開業。その後バブル崩壊による経営不振に伴い2000年1月にホテルエスパーニャに解消の後、約100億円の負債を抱え2001年12月21日に伊王島スポーツリゾート開発が解散し、施設は2002年1月12日に閉鎖。 同年3月に、伊王島町が、過疎債3億6千万円を発行し、施設を買い取り、加藤プレジャーグループの関連会社、KPG エコロジックリゾート、長崎に運営を委託する形で2003年7月に、綺麗な海と、四季春宮すら伊王島として、再開業し、2004年3月には、陶器の稼働率向上を図るべく温泉掘削に、成功し4月には、 綺麗な海と、四季春に長崎温泉安らぎ洋島に、改上、2005年の洋島町の長崎市への、編入に伴い同士に移管された。その後は、合併に伴う広域化で、リゾート設備の補修が認められず海沿いの潮風で、老朽化が早く進み、長崎市の市舎移転や枚数施設建設との、兼ね合いもあり民間譲渡を検討し、 従来から運営を担っていた加藤プレジャーグループが受け入れる形となり関連会社の KPG ホテルリゾートが2017年4月に4億6300万円で安らぎ大島の施設を取得し長崎プレジャーアイランドリゾート計画として大規模リニューアルを計画2018年4月1日にアイランド長崎に解消し投げホテルと風ホテルが 先行会業し、コテージエリアの新設など総計約41億円を投資し7月18日に全面開業した。ガーデンエリアにある天然温泉ゆ u s p a には男女別の内風呂と露天風呂があり、様々なお風呂を楽しめる。ありがとうございます。